勉強するところだ。授業を受けてテストを受けたりするんだよ。授業？テスト？なんだそれ。ああ、はいはい。詳しいことは後で話してやるからな。それより今はラブラモンを治療してやらなきゃ。早く中に入ろう。でもあれ、どういうことだ。いや、いないどころか様子おかしくねえか。本当だ、なんでこんなボロボロに。もしかして俺たちが気絶してる間に群発地震のでかいのが来ちまったのか。ミノルも気絶してたのか。ああ、俺も葵さんもな。しかしどうして、一体何があったの。それを知りたいのは俺の方ですよ。どうなってんだこれ。ただでさえもうじき日が暮れるってのによ。夜の校舎すら普通に怖いのに、こんな廃墟じゃ。やめてよ、私まで怖くなっちゃう。落ち着けミノル、俺がいるから大丈夫だ。そうよ、葵は私が守るわ。気絶してたのってどれくらいかな。僕は小一時間と気絶していなかったと思うけど。俺たちもそれくらいかな。スマホの時計で見る限り間違いないわね。日付も変わってないし、通信で時間が合わせられなくてもこれくらいで時間が狂うことはないはずよね。じゃあそのわずかな間に何かが起きたってことか。破壊兵器とか天変地異で朽ち果てたとか。じゃあなんで草ぼうぼうになってんだよ。確かにこれは単に衝撃で破壊された感じじゃない。気にはなるけど、今はラブラモンの手当てができればそれでいいわよ。とにかく中へ入りましょう。中もボロボロだ。床とか抜けたりしないよな。ありえなくないな。気をつけて歩こう。え、どうしたの。ちょっと大丈夫、ラブラモン。痛むのか。しっかりしろ。まずは1階から探そう。
2階から声がしたけど、どこなんだ？タクマ、こっち！ああ、間違いない。教室の中だ。行くぞ！起きてんの？リョウ君の前に大きなイモムシ？なんだあいつは。アグモン、知ってるか？知らない。でも怒っているようには見えないよ。あいつの名前は確かクネモンのはずだ。クネモン？ねえ君、大丈夫？恐竜の化け物だ。化け物じゃないよ、アグモンだよ。化け物なんて失礼しちゃうわ。まったくだ。しゃべった。リョウ、とにかくアグモンも敵じゃないから、さあ落ち着いて。なんだよおめえ、下級生のくせに上級生呼び捨てかよ。この子、タクマたちの仲間なのか？どうやら人間のようだし、そうなのだろうが。なんだか情けないわね。こんな時でもやっぱ嫌なやつのままで安心しましたよ、リョウ先輩。うるせえ。いいか、こいつだけじゃないんだぞ、ここの化け物は。幽霊もいたし、なんかすげえでっかい化け物もこの先に。この先ってどこら辺です？なんだよ今の音は。もしかしてこれってラップ音とか？どこから鳴って、あっちか、それとも。ふざけんなよてめえ、そんなことがあるわけ。リョウのやつ、ずいぶん怯えているな。ビビりすぎて幻覚でも見てんじゃねえの？いや、確かにこの者が言うように、この建物内に怪しい気配が漂っている。マジで？そうね、嫌な匂いがするわ。一体何がいるんだろうな。なあタクマ、あっちの方写真を撮ってみようぜ。あっち？神社の時も何か変なもんが映ったし、もしかしたらここでも映るかもしれないじゃん。ちょっとミノル君、こんな時にふざけている場合じゃないでしょ。待って葵さん、何もわからない状況だから試してみようよ。もうタクマ君まで。わかったわ。こんな時にカメラかよ、のんきなもんだな。ちっ、勝手にしろ。何か映るかな。早く試してみようぜ。
なんだよ、見せろよ、タクマ。え、あれ、いつの間にこんなのが。うわ、なんだこれ、白いベトベトの糸でいっぱいだ。注意した方がいい。まだ何か気配を感じるぞ。何かって…タクマ、なんかやばいぜ、逃げよう。あ、おい、リョウ、急に叫ぶのやめろって、マジでビビるだろ。え、ちょっと…葵、葵、ねえ、葵どこ、返事をして。お、どうしたんだ、ラブラモン。葵がいないの、ねえ、嘘でしょ、葵。本当だ、葵さん、今の今までそこにいたのに。しまった、いつの間に。化け物。え、化け物。ああ、そうだ、得体の知れない化け物がさらっていったんだ。嘘じゃねえよ、すげえ早くて一瞬のことだったけど、確かに葵をさらって消えてった。俺は見たんだ、見てたんだよ。なあ、アグモン、葵さんをさらったのもお前たちと同じような生き物なのか。何かまでは分からなかったけど。嘘だろ、全然気づかなかったぞ。そんな速さで襲われたらどうすりゃいいんだよ。ゴツモンの時と同じだ、見た目だけじゃなく常識外れの力があることも考えるべきだった。このカメラに映ってるのってクモの巣だよな。って食われちまうのか俺ら。いやだ、そんなのあってたまるか。ママ、ママ。一瞬嫌な気配がしたんだが、あまりの素早さで気づいた時には葵はさらわれていた。もっと周りを気にすればよかったのかな。ごめんね、タクマ。やっと出会えたのに、怪我も治してもらったのに。すまない、ラブラモン。なあ、タクマ、これからどうする？どうするもこうするもねえだろ。早くここから逃げるに決まってるだろうが。何言ってんだ、葵さんを置いていく気か？今から追いかけても間に合わねえよ、もう。まだそうだと決まっていないと思うけど、ど
どうすればいいのか。とにかくこのままじゃ葵が危ないわ。手分けして葵を探しましょう。バラバラに動くのは危険じゃないか。そうだ、またさらわれたらどうすんだ。せめて全員一緒に行こうぜ。でも全員一塊になって探しても効率悪いぜ。その通りだ。安心しろ、俺たちがついている。そうよ、ここは手分けして探しましょう。私先に行くわ。みんなもお願いね。ダクマ、僕たちも行こう。ああ、絶対に葵さんを取り戻そう。俺が行こう。
だね。